そのやり方では成績は上がりません。成績アップ、受験に合格、子育ての悩み解決、家族で笑顔に、思春期の子育てアドバイザー道山健、思春期の子育てチャンネル。頑張ってサポートしているのに子供の成績が上がらないと親としては辛いですよね。そこで今回は成績が上がる親と上がらない親の違い、こちらについてお話ししていきたいと思います。まあ、上がる親の特徴を意識していただければ必然的にお子さんの成績ね、ぐん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 上がっていくと思いますので、ぜひ、ね、参考にしていただけると嬉しいです。あと今後もですね、思春期の子育てに関するお話をね、日々配信していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録していただけると嬉しく思います。では早速いきたいと思います。まず第3位からですね、こちら何かというと塾の活用法です。成績が上がってしまう親、子供のね成績が上がってしまう親というのは上手に塾を活用するんですね。どういうことかというと、例えば子供が塾に行きたいと言ったら、あ、じゃあ入れようか、じゃあ探してみようかって感じで、持っていきます。一方成績がなかなか伸びない親というのは、とりあえず成績下がったから、まあ一旦塾入れようっていう風にするんですよね。でなんでこれでね、実は成績上がる上がらないが変わってくるかというと、まあ、そもそも塾というのは確かにね、成績を上げる手段ではあるんですが、これが絶対入れば上がる、絶対入らないと上がらないとか、そういうものではないんですね。あくまでも子供のやっぱ気持ちに沿って入れるかどうかっていうのを決めないといけないんです。で子供が、ね、例えば入りたい、何かねこの塾でやってみたいと思うんだったら、やっぱその気持ちをね尊重してあげた方が、成績上がる確率高いんですよ。でも入りたくない、やりたくないと言っている状態で入れたところで、結局ね、あの塾としても、いやそんな嫌がってる子連れてこられてもね、僕は上げられないんですよってやっぱ気持ちになるんですよね。そなのでやっぱり成績をもしね上げたいと思うのであれば、まずは子供の気持ちをがどう考えているか、子供が今塾に入りたいと思っているのか思っていないのか、ここを意識して、その上で入りたいと思っているなら入れる、入りたいと思っていないんだったら、じゃあまずはどのようにやる気を出していくのかで、やる気が出てきたタイミングで、じゃあ塾を活用するのかどうかっていうのをお子さんとしっかり話し合っていく、そんな感じでやっていった方が成績アップにつながるかと思います。では第2位いきたいと思います。こちら勉強サポート法です。どういうことか、成績がいい子の親というのは子供から求められたタイミングで上手にサポートするんですね。まあ、例えばお母さんちょっとさ、この問題集丸つけ手伝ってよとか、お母さんちょっと単語カード作るのさ大変だから手伝ってよって言った時に、あ、いよいよじゃあ手伝うよと言って上手に手伝っていくんですね。でそうすると子供からするとですよ、お父さんお母さんはお願いしたことをやってくれているので、自分のお願い聞いてくれたって思うので、親子関係も良くなります。さらに、まあ、面倒くさいことをこうお願いしているわけなので、勉強効率も上がるのでね、結果的に成績アップにつながっていくんですね。一方なかなか成績上がらないね方というのはどうするかというと、子供から頼まれていないタイミングでサポートしようとするんですね。例えばお母さんがさ、丸付けしてあげるから、あんたちょっと宿題やりなさいよって言って、子供が今ねゲームやってる時に何とか宿題させようとするとか、うん、あとはまあ子供がね、例えば頼んでもいないのに、ねえねえねえこの問題集いいと思うからさ、ちょっと買ってきたからこれ使いなよっていう風に言ったりとかっていう風にするんです。それとどうなるかというと、これ子供からするとですよ、お願いしてもないことをされているので、おせっかいに感じるんですよね。となるとどうなるかというと、子供からすると、そんなことや頼んでもないのにやらないでってなるので、結果的に子供のためと思ってした行動が逆効果になってしまって、親子関係悪化とかにもつながっていくんですよね。なのでやってることはね、同じなんですよ。子供の丸付けを手伝ったり、なんか子供のね、なんか求めてきたものを買ってきてあげたり、やってる行動は同じなんですが、どのタイミングでやるか、子供がどういう気持ちの時にやるかによって、もう効果はまるっきり変わってくるんですよね。なのでまずはお子さんが今何をしてほしいのかっていうのを見極めて、そしてその気持ちが出てきたタイミングで初めて勉強サポートしていった方が成績は確実に上がっていきます。では第1位いきたいと思います。こちら何かというと勉強のさせ方ですね。成績が上がる子、成績がいい子の親というのは、まず最初に何をするかというと動機づけをします。動機づけというのは子供のやる気を引き出すということですね。でじゃあどうしたらやる気引き出せるかっていうと、もうこれは子供の、ね、年齢とか、まあ、性格とかによって若干変わってくるんですよ。だから一概にこれが絶対成績がやる気が出るというふうには言えないんですけど、まあ、一つ一例としてですよ、例えばちょっとしたご褒美を作ってあげたら、それでやる気が出る子って結構多いんですね。特に中学生の子とかだと。だから成績がいい子の親というのは、まず最初にちょっとしたのご褒美の提案を子供にします。で例えばこんなことをしたらやる気出るんだなとかって話をまず最初に持っていくんですね。でそこで子供が、うん、確かに俺それだったら頑張ってみると思って、やる気が出てから初めて、じゃあちょっと勉強を手伝っていこうかとかっていう話をしていきます。これが成績がいい子のね、お父さんお母さんのやり方なんですね。一方なかなか成績が上がらない子の親というのは、動機づけをする前に何とか力でさせようとするんですね。例えば勉強しないと将来
ない、やばくなるから頑張ってやらないとって言ってちょっと恐怖で煽ってみたりとか、あとは叱ってみたりとかね、何お前やってんのはこんなんじゃ成績上がらないから勉強しろって言って厳しくね叱ったりとか、うん、あとは例えばね子供がじゃあ部屋で勉強すると言ったらね、もうなんか15分に1回ちょっと見に行って、ね、本当にやってるかなってこう監視したりとか、うん、つまり前者の成績が上がる親のやり方だと、子供は先にやろうっていう気持ちが出てきている状態で親がサポートするから、子供からするとね、あ、頑張ろうって気持ちが出てくるんですよ。一方後者、なかなか上がらない親というのは、なんとかさせようとするから、子供の気持ちはまだやる気になっていない状態でやろうとさせるので、結果的に過干渉になって親子関係も悪くなってしまうんですよね。なのでまず最初、とにかく焦らずに子供の気持ちを作っていく、子供のやる気が出る状況を作っていく、これをやってから勉強しっかりやっていった方が結果的に成績上がっていくのでね、ぜひこちらもやってみてください。ということでまとめると、成績が、ね、上がっていく、子供のお父さんお母さんたちというのは、まあ、塾に入れるタイミング、もしくは入れるべきかどうかの判断がしっかりできているよと、あと子供のサポート方法、これがね、まあ、子供の気持ちに沿ったものになっているよと、あと3つ目は、まあ、子供のやる気ですね、先にやる気を引き出してからうまくサポートしていくよって、このね3つが揃っていると子供の成績を上げる親になれるので、ぜひねこちらやってみてください。あとこのね成績の上げる親になるっていうテクニックね、まだまだたくさんあります。これについてはね、私が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、この動画の右上からチェックできます。もうこの中で本当にたくさんお話ししておりますのでね、もしまだ読まれてなかったらこちらも参考にして、ぜひお子さんの成績をね上げていただければと思います。